こんにちは、里愛です。今回はハーブ入り塩麹の作り方になります。塩麹はビタミン B1 を含むので疲労回復や美肌に役立ちます。そして善玉菌を増やすので腸内環境の改善にも役立ちます。それから今回使うハーブはタイムとローズマリーを使います。タイムは防腐効果や殺菌作用、そして胃の炎症予防に役立ちます。ローズマリーは抗菌作用や抗酸化作用が高いので老化予防に期待できます。注意点や応用方法、使い方なども話していますので最後までじっくりご覧ください。では早速材料と作り方の様子からご覧ください。はい、こちらがハーブ入り塩麹の材料となります。まず乾燥麹を 50g 測ります。米麹を 50g 測ったら細かくほぐしていきます。ではきれいに洗っておきます。このようにほぐした乾燥米麹にハーブを細かくしながら入れていきます。はい、こんな感じですね。タイムとローズマリーを入れています。だいたい小さじ、合計小さじ2分の1くらいですね。好みの量でいいですが、このくらい入れています。次に、塩を小さじ2杯ですね。グラムにすると約12グラムぐらいをボウルに加えます。麹とハーブと塩を加えたらよくかき混ぜます。かき混ぜたら煮沸消毒しておいた容器に入れていきます。そしてこちら容器に入れたら、こちらにお水を60から 80cc ですね、かぶるくらい入れていきます。合計水は 70cc 入れました。よくかき混ぜます。混ぜます。よくかき混ぜたら、蓋を軽くのせて常温で火が当たらない場所、暗い場所に置いて1日1回先ほどみたいにかき混ぜて、だいたい5日から10日ぐらいの間で出来上がります。麹が潰れるように柔らかくなったら出来上がりとなります。こちらは流し台の下で暗くて常温になる場所になります。ではドアを閉めます。はい、まだ4日目なんですが、とろりとしてきて出来上がっているようなのでちょっと様子を見ます。ポロッとなってますね。はい、こんな感じで出来上がっています。容器がちょっと大きすぎたというか細長すぎたので、次回からはもうちょっとこんな感じの取り出しやすい容器に変えたいと思います。ちょっとだけ味見したいと思います。普通の塩麹に比べて、マイルドで、タイムとね、ローズマリー、ハーブの香りもしてとっても美味しいです。旨味がね、多い感じがします。ここで注意点も話したいと思います。こちらハーブ塩麹は出来上がったら冷蔵庫保存で約1ヶ月ぐらいを目安に使い切った方がいいと思います。冷蔵庫に入れても発酵は進みますので味がね、だんだん変化していきます。だから自分が美味しいなと思うタイミングで食べきってしまった方がいいです。そして今回の塩分の量はかなり少なめにしています。ハーブのタイムなどで防腐効果も期待できるのでちょっと少なめにして、まろやかさを出しているんですが、もしね、ハーブを使わなかったり塩麹だけでもうちょっと塩分が強くて長期保存したいという方は、塩の量をもっと増やしてみてください。例えば今回は 12g だったんですが 15g とかね、量を増やしてみてください。自分の好みの味になるように塩分の濃度を調整するといいです。ただ塩分がこれ以上少なすぎると、雑菌が増える可能性があります。ですから最低の塩分濃度は守るようにしてください。美味しいからと使いすぎると塩分過多になります。ですから1日最大でも大さじ3杯未満にするようにしてください。そして使い方、ハーブ塩麹の使い方も話します。ハーブ塩麹は塩や塩麹の代わりに使うといいです。よりね、まろやかになったり香りが良くなったりします。例えば肉や魚の下味につけたりするとまろやかになって香りも良くなります。それから野菜サラダのドレッシングに使っても美味しいです。あとは野菜のお漬物ですね、浅漬けに使うのも美味しいです。例えばこちらはプチトマトにまぶしてしばらく置いたものになります。3時間ぐらい経てば美味しく食べることができます。あとはですね、こちらじゃがいもですね、茹でたじゃがいもに塩麹をまぶしても美味しく食べることができます。他では、ご飯の上に乗せても美味しいですし、そして豆腐の塩麹漬けも美味しいです。豆腐の塩麹漬けは、別の動画で詳しく作り方を話していますので、興味がある方は概要欄の方で確認してみてください。いろんな使い方ができます。ここで応用方法も話したいと思います。
今回、ハーブ入りの塩麹はハーブとしてローズマリーとタイムを使ったんですが、ローズマリーだけでも美味しいですし、タイムだけでも美味しいです。あるいはこれにセージやバジルなどを混ぜても美味しくできます。好みのハーブを混ぜるといいです。急いでハーブ入りの塩麹を作りたい場合や、塩麹だけがすでにある場合は、好みのハーブをできた塩麹に後から混ぜ込んでも美味しくできます。いろいろ応用もできてとっても簡単で美味しいです。健康にも良いのでぜひ作ってみてください。塩麹やローズマリー、タイムの詳しい効果についてや、その他の応用方法につきましてはブログ記事の方に書いています。興味がある方は概要欄の方を確認してみてください。あなたの健康ライフを応援しています。ご質問やご感想などありましたらコメント欄までお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。またねー。